さあ初めてのプロのタイトルのリングに今内山がその姿を後楽園ホールに現しました。東洋太平洋スーパーフェザー級4位慶応ダイナマイト内山隆、初めてのタイトルマッチのリング登場です。今試合が始まりました。東洋太平洋スーパーフェザー級王座決定戦、黒いトランクスが日本の内山隆、アマチュアでの実績を持っています。プロでのキャリアは7戦全勝 5KO、 今日がプロ初タイトル挑戦。左、まずは速い左を当てていきました。両者とも右構えです。左、速い左を当てていきます。黒いトランクスの内山です。一方赤いトランクスがオーストラリアのナデル・フセインです。これまでオスカー・ラリオス、そしてマニー・パッキャオ、数々の歴戦の雄との対戦を持っているナデル・フセインです。 OPBF ランキング1位が赤いトランクス・フセイン、黒いトランクスが内山隆です。今日の試合ここまで見てる限り、フセインの距離、どの距離が一番戦いやすそうだと見ますか？やっぱちょっとこの今離れた距離は、ナデル戦としてはやりづらいのか、まあ、打ち合った方がいいと思って今こう出てきたのかもしれないですね。はい、試合前にはなるべく中に入って戦いたいというようなコメントも出していたフセインですが、右のボディ、体格差はほとんどありません。身長でいうと内山が1センチ上回るのみです。左ボディ、いや今のボディはガードの上からでも厳しいと思いますね。ナデル戦、右ボディ打ち返しますね。フセインも右のボディを返していきました。いやこれまでナデル戦は世界戦も2度経験していますし、タイトルマッチ、まあ、タイトルだけでも11個持っている、タイトルは、まあ、慣れに慣れているわけなんですが、初めてタイトル挑戦の内山がしっかりとこう自分で試合をコントロールしようとしましたね。そうですね、まあもちろんパンチ力は十分あるんですけども、はい、丁寧に戦っているという感じですね。丁寧に戦う、まあ、でもやっぱりもうパンチ力もちろんあるんで、そこで当てていく中でボディ、顔面に着実にこうラウンド重ねるごとに、ナデル戦をこう、聞いていってる感じがしますね。はい、ミルモディ、アマチュアでは数多くのタイトルを持っています。ここは連打コンビネーションを見せました。ボディから左のアッパー、フェインもファンジを返す。ミルのアッパー、ワンツー、ワンツーを相手のところに打っていった内山、左のボディ、ワンツー、あ、今一瞬足をバランスを崩したフェインです。前回のエノキ戦の時には減量が苦しくて、あ、ミノステレト、ミノステレト、内山、さあいいパンチが当たった。さらにミノステレト追っていく、追っていく、ストレートが当たっている。さあ内山詰めていく、ワンツー、ワンツー追ってくる内山、いいですね。この距離でプレッシャーかけて当てれるのはいいですね。はい、しっかり自分の距離でボクシングを展開、左ガレフク、しかし今の左打つも内山しっかり見てはいました ね、 ですね。頭の位置はずらしました。左、あ、ここは強引に出ていきますナデル・フセインです。しかし内山のいいパンチが当たっています。第7ラウンド、左右のパンチはフセイン、しかしここに入っても内山冷静、左のジャブ、いいパンチが当たっても焦るということはありません内山隆です。右のパー、右のパー、今苦笑いをしましたナデル・フセイン。そんなパンチも打つのかっていう感じだと思いますね。ミノストローナデル・フセイン、今頭が後ろに伸びされました。ナデル・ボディ、ダイナボディ、内山、内山はまだプロ8戦目です。ミノストロー、そのキャリアを見てフセインとしてもやや侮っていた面があるのか。ナデル・フセイン、今日がプロ48戦目です。48戦でこれまで43勝しているというボクサーです。1年前榎木博之とこの同じ後楽園ホールのリングで対戦しました。その時は12ラウンド判定負け、非常に減量が苦しかったというふうに話しているナデル・フセインです。実は試合前に5日間の絶食を行ってリングに上がったというような状況でした。左のボディ、ボディ、ただスーパーフェザー級に階級を上げたことによって今回はいいコンディションで試合に臨んでいると話していたフセインです。左のボディ、左ボディ、ハツー、内山の打つ、さあいいパンチだった、左、左だ、ダウンを奪いました、あ、そして倒れ、内山隆、KO 勝利、東洋太平洋タイトルを獲得しました。あのナデル・フセインを破っての東洋太平洋タイトル獲得、
榎木博之も倒しきることができなかったナデル・フセインから KO を奪ってのタイトル獲得です。いや、飯田さん、最後は見事なコンビネーションになりました。そうですね、本当にもう焦らず深追いせず、本当にチャンスの時にサッとできましたね。はい、じり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 とプレッシャーを与え、そしてダメージを与え続け、そして試合は第8ラウンド、タオルが投入されまして、内山高志 TKO 勝利です。